裏切った、裏切られた対談見て何回も泣きそうになりました。なんで漫画アクション今日買いました、ありがとう。おアイピが横でゆうかの配信を妨害してくる、ガーンと。みおいさんレインボースターありがとうございます。よいしょ、今日はお団子でした。はい、ハーフポニーテールはよくするんですけど、お団子は、はい、初めてです。コジリンとの対談見たよ、ウーカの考え方が好き。嬉しい、考え方が好きってちょっとごめんなさい、おちゃんな真面目な話しとんねん、ちょっとしないんですが、ごめんなさい、本当お団子がお花咲いてる。あ、エガちゃんありがとう、みんなおでこあげ、そう今日コジリンもおでこあげで、おでこみんな上げていってます。あ、カサカサカサ、そうそうカサカサ、本音で話してくれるの嬉しかった。ああそうかも、うかりん対談動画一語一句聞き逃したくないくらいいい対談だった。今日もちゃんありがとう、キワキワだって、コジリンとはね本当によく語るんですよ、うん、ふうかさんありがとうございます、たくうぼんさんありがとうございます。そうね、県庁話がありそうで、あ、ほのさん、ほのちゃんありがとう、楽しみ、キュンキュンキュン黒板見てくれてる、ね、あ、ウーカメインの白衣さん、クマありがとう。私もまだ詳細は詳しく分かってないんですけど、でもついに直接会ってカタルシスしました、楽しみですね。ぜひ見てください、コジリンとの対談。出遅れた、全然まだ始まったばっかりです。うん、恋人と公園入りました、どうでしたか、来てくれてありがとう。 ITC やったら楽しかった、あれだな、待ち合わせできないな、インデックスの山上さん、白兄さんありがとうございます恋ラブ公園、名古屋に帰る途中です、気をつけてね。商売さん、コジリンの動画ちょうど見終わりました、ありがとうあ、イサちゃんありがとう、恋ラブ声もっとやってほしいね、寂しい、そう、まさに今飲んでます、楽しかったそうです、よかったよかった、またね、恋ラブはもう終わっちゃうけど N で来てください。タクーボンさんありがとう、そう、インテックスのファントムさんありがとうございます、最近好きになりました、嬉しい、あきちゃん、え、美味しい、めっちゃこれ生チョコ、今日は DMM 最善でした、やつでありがとう、見てくれて、ケイチさんレインボースターありがとうございます、その人によるんですけど、私はまほうじ茶とかウーカメインの箱石さんありがとうございます、方が好きで、ほうじ茶とかアルグレとか、ちょっと聞いてくださいよ、やって何何クリームフラペチーノとか、エガちゃんこたつありがとうデコ出し好きです、ありがとう、今日カレンタンも言ってくれた、カレンタンはね私の眉毛をいじってくるんですよ、だからそれさっぱりしたやつの方が好きです、アイカはね、戸惑ってためらってみできなくなるの寂しい、一人でやろっかな、もうウェルビーも明日からオンラインお話会2時受付だそうですよ、シティラットはね、あの出た日に飲みました、シダリアナギラスサビでのカメラ目線、え、ほんま入れたら美味しいって教えてくれたんで、今日全然カメラ意識してなかった、蜂蜜入れて飲んでみたらめちゃめちゃ美味しかったです、千秋楽絶対に当てたい、当たりますように、滑りたくなるいい眉毛です、前髪滑りたくなる、絶対無理、結構平行やからさ滑るの難しいかも、おい何笑ってんねんアイビーに鼻で笑われたんですけど、眉毛あるだけいいじゃないですか、ないんですか、はいどういうこと、なんで遺伝で、遺伝でとかやったらもうお母さんにもおばあちゃんにも火がいくんですけど、遺伝、はい、遺伝でマジでないんです、遺伝か、いうかどっちの遺伝やろう、パパかな知らんわって感じやんな、眉毛
この前最初で最後の恋ラブ公演行ったよ、ウーカのダンスに見とれちゃったやって、嬉しい。ピーちゃんの前髪すごい綺麗だね。チーム N でもぜひ見とれに来てください。お、卒試終わりました、お疲れ様。みょういさん、レインボースターありがとうございます。初めての恋ラブ最高でした、ありがとう。アイピの眉毛好きよ、わろわろって書かれてる描いた眉毛しか多分みんな知らないですよ横にいた、横にいた友達がウーカのエアハグにキュンキュンした。えー、嬉しい、気づいてくれてたんや、前髪嬉しい。涙袋のキラキラね、これめっちゃ気に入ってるんですけど、巻き巻き、ね、もうなくなりました。新しいの、新しいのなんかいいなって教えてください。昨日持ってきた、劇場に持ってきた傘を昨日忘れて帰ったから、ツイッターで明日の8時に私に傘って送ってくださいってツイートして、関東で会えますように。で、そしたら今日入ってくださってたファンの方がラジコで深夜のおしゃべりが話題になりました。まだ持ってます、持ってますよ、ちゃんと。めっちゃ来てました。そっか、今日レイコちゃんがねラジコ出てましたもんね。対面お話か、嬉しいね。そう、傘のうちは持ってくる。あ、ひかるくんありがとうございます。アクション売ってない、え、売り切れてるんかな。うちわに傘って書いてくれてて、そのキラキラロマン、これはスタイルなんだの、なんかめっちゃ前に買ったんですよね。よかった。メゾンキツネ絶対持って帰る、となんかコラボしてる、掛け替えしたんですよ、可愛いと思って。でもロム&メイクさんがよく使ってるから気になる。千秋楽奇跡的に休みだったから投げるカモン。お、コンビニ前田玲子が語ってたやった、玲子ちゃんと最近仲良しなんで。なんですか、アイピとも仲良しやろ何今の笑い方。動画見て正直に思ったこと DM に送っていい？いいよ。お話し会で信長の感想を語りたい。うん、語りましょう。お話し会明日から受付開始します。さっきショールームでアンジちゃんも傘のことアイピに言わないとって言ってたよ。言われてないで。左柳の堂々とした表情がいつもより力強く見えて、うーちゃんのセンターが見たいと思いました。嬉しい、ありがとう。でも任せてください、心の準備できてます。タクーボンさんありがとう。今日のうーか目力すごかった。えー、そう、嬉しい。そう、レイコさんずっと拒否られてるんですよ。え、そうですか、進化した。レイコさんがアイピから星誘われてるけど、2人のどのあたりの席が目合わせやすい。拒否られちゃった、寂しい。やっぱり前列の方は目合わせやすいけど、どこで言ってたんですか。まっすぐ見ると真ん中ら辺が一番見やすいかも。前から何列目、5列目、6列目、7列目、8列目ぐらい。ショールーム出てはったんかな。うーかはおすんじゃなく彼女にしたいくらい可愛い。ありがとう。昨日のインスタ彼女か嬉しい、楽しい。商売さんハートありがとう。先輩にはガンガンいけるアイピ、あ、意外とねいけないんですよ。ほのちゃんありがとう。意外といけないんですけど、10分ヨガ結構辛いです。本当この間でもそうかも、代謝アップの方かな。話して、アイカはアイカもえアンジュのツイートの写真がウーカに似てた、めっちゃ嬉しいねんけど。嬉しい。あ、アンジュも前髪上げてたから、なんだっけ、アイカも人見知りなので先輩にお話しす、話すの恥ずかしくて申し込めないってシングル出るたび思っちゃう。え、喋れるよ、会いに来てください。シオンが振られて拗ねてたで、ジリジリ。シオンが振られて拗ねてたで、タイプやろみたいな。何の話、ジリジリ詰めて夜。シオンはね、もういろんな人に結婚すぐ申し込むから、もう私は
もう惑わされないわよ。愛香が多分8期生の子と全然喋れないっていう話をして、過去の恋愛で、そしたらうちも一緒みたいな言ってて、ゲマトスありがとう。肩こり直しよかとかありますかね。もうそれ私もね、今ねいろいろね、探してるんです。自分で自分を実験台にしてやってるんですよ。で、なんだっけな、愛香が8期生のこと喋れないみたいな話を、儚い物語のゆうちゃんとの歌大好きです、ありがとう。一緒やみたいな感じになって、私も好き。なのちゃんも先輩には喋りに行けるけど、ハモりたいなって思うんですけど、そこまでのレベルじゃなくて、私がちょっと千秋楽挑戦してみようかな。クイラブが10年越しに叶った人生初劇場公演。そうなんや、朝丸さん10年越しですけど、心開いたら、ね、私が NMB 入る頃ぐらいから来たいって思ってくれてたんかな。開くまでがすごい遅いんです。いっぱい来てくださいね。京子ジリンと恋人つなぎしてたんです。そうバレた、もめっちゃ人見知りしてた、ゆずはとしてたから、ちょっと私もしとこうと思って。めっちゃ手冷たいで、あなたも冷たかったのね。これで今手キンキンなんで、キンキンやった、アイピの手が。こっち来い、あイエーイ。アイピは俺のもんや。聞きましたか皆さん、皆さん聞きました。はい、ということで次のコメントに行きたいと思います。はい、リアルお話し会参加したいけど耳聞こえないからできないかもしれない。あの筆談って言ってもあれなのかな。卒業してからの方がいろんなこと話すようになりました。めっちゃいろいろ話すようになった。あ、回路の貼り方やってみる、やってみてください、ほんまにあったかいから。めおいさん、レインボースターありがとうございます。手繋いだ時歓喜して叫びました。嘘、うかりん推しがいる。こじりんと手繋いでたの、あ、DMM にも映ってたよ。そうなんや、アイクも映ってた。アイピ遊ばれてるで。え、遊び相手ですか、アイク。ごめんな、ごめんな。そんな素直に言う人います？なんか素直やから言っちゃうねん。でも一緒にいるときはアイピが一番やから。そりゃ一緒にいるときはそうでしょ。うん、そうやで、アイピが一番。うわ、軽い、軽いです。この先輩軽いです。この先輩軽いです。ウーカの本命はコジリンだから、ウーカのアンジュが本命やもんな。本命いっぱいや。そう、それはね、これはアンジュは確かに、これはサリウム、裁判ですね。え、わっ。もう日本語がやばい。わっ、アイピーマイちゃんがいるやんって。ほら、マイちゃんはだって昨日、2,3 回電話かけたんですけど、電話出てくれなかった。怖っ、なんでそんな電話かけんの。寂しかった、寂しかった。っていうか、マンチに電話かけようかな。いいわ。待ってます。あ、え、アイピ、アイピにも、アイピはもうマイティにかけとき。なんで出てくれないんですもん。マイティ忙しいんちゃう。マイティだってめっちゃ LINE を返してくるんです。あ、そうなんや。返し、え、電話かけてる最中に LINE 返ってくるんです。グループ LINE 返ってくるんです。いや、あの、着拒されてますか。泣きそう。ピュー、イジイジ。ゆうかはアンジュ、アンジュ、アンジュにかける。あ、ほまれさんありがとうございます。リアルお話し会はスケッチブックありますよ。スケッチブックっていうか、あのホワイトボードみたいな、あのあれがあります。なので安心して来てください。
ケイトのキス見たくてみんな必死なの面白かったやって必死やったよな。もうほんまに可愛かった。こっちこっちこっち見てほんまに可愛かった。可愛かった、うん、アンジュに電話かけたらめちゃくちゃびっくりして電話出てくれそうやって。どんな感じ？アンジュと電話したことある？ありますよ。え、あるっけ？あるらしいです。どんな感じ？え、普通です。あ、普通なんや。普通やって。うんかさんからかかってきたらうえぇーってなるんかな。今度しよう。あ、ごめんなさい。おー、揺れてる揺れてる。ごめんなさいごめんなさい。皆さん揺れてるのはアイピーのせいです。ゆうじさん、くまありがとうございます。ね、めっちゃ揺れてんねんけど。ほんまに机の扱い下手なんです。机の扱い下手なんです。はい、まあいいか。リアルお話会2部しかないやんけ。うん、そう、抽選やし、やっぱりちょっとずつ始めていこうっていう感じでね。皆さんお気づきですか？私今ショールーム2回分溜まってるんです。あと2回分溜まってる。キュン届けてください、ゆりちゃん。さすが機能してないな。してる。さすが。ふうかさん、こたつありがとう。何枚買った当たりますか？もう私たちもね、さっき聞いたんですよ。違うんですよ。なんかね、ショールもね、100枚買ったら当たる。本当になれなくてね。嘘嘘、わかんないです。あ、無理言ってる。リアルお話し会でゆうかに会うために徳を積みます。こういうとこほんまに直そう。いいね。直していっぱい。マジで。この間の45ゴミ拾いしましょう。になってる。イエス、私の中でお掃除して1枚でも当てたら絶対こう。ありがとう。え、昨日も公園でお話し会はうーちゃんもマスクしてんの？どうなんでしょうか。うん、あれがおんのかな、パーテーションみたいな。アクリル板って言います。アクリル板ありがとう。アイピは本当に私の日本語をね、ちゃんと正してくれるから。インスタライブの時もそうやけど。ウーカにバイト行けって言ってほしい。バイト行け。何？ウーカメインの箱井さん、ありがとうございます。関東でもってのが嬉しくて嬉しくてね。え、関東でも会えますよ。パーテーション待ってるから自信持ってって。ありがとう。嬉しい。待ってますよ。待ってました。うかめいのお花。あ、ちょちょちょ、箱井さんありがとうございます。マジでみんなに見てほしい動画ある。マジ明日から載せるから。マジでオンライン話し会の発売が始まって、そこにアイピーのこと大好きすぎるんだけど、そう、そこにあのナンバトルの投票券もついてるので、皆さんぜひゲットし、ゲット全部の日してください。嬉しい。もう2年以上直接話してないね。アリスの服着るとか言ってまだ買ってない。2年以上話してないねんな。ね、2年も会ってないんですね。変な感じ。でもそのライブ公演とか舞台で会えてたから、ちょっとそん2年も会ってない感じしんひんな。寒、安全第一。宣伝画像作れてない。全然。ありがとうございます。ウーカの前人未到チャレンジ開始や。そうや、開始や。作ってくれた方全部保存して、あ、加工して載せます。ありがとう。いつも勝手に使っちゃいます。ミョウイさん、レインボースターありがとうございます。投票もできるなんて実質無料やん。かっこいい。揺れてるね。もっと揺らす。もう顔忘れてるやろ。意外とね、それが覚えてるんですよね。覚えてます。ね、ビロビアイドルも千秋楽なんですよ。でどうやら髪の毛切ったかは分かれへんかも。あの出演回数が最多らしくて。話し会のお洋服のツイートしてくれますか？はい、します。ちょっと見にくかったらごめんなさいね。ありがたい。一番キマートは来月閉店ですね。寂しいですね。総選挙来た。
そういえば握手会自体行ったことないかも。そうなんや。じゃあこれから初お話、リアルお話会ぜひ参加してみてください。私の顔のどこにほくろあるか知ってる？どこやろう。ほっぺ。お申し込みスケジュール。感動の再会すぎ大興奮しそう。言うかも。大興奮しそう。めっちゃテンション上がりそう。僕はすぐガチ恋しちゃうので握手会はいけない思ってます。ダメです、来てください。日程ライブ後だよね。これは涙。寂しい。センター取れたら一緒に喜べる。あーそっか、喜びを分かち合いましょう。リアルお話し会。ウーカ以外になんて呼ばれる？ウーちゃんとか。ウーちゃんです。メンバーにも握手会を知らない世代がいるわけよね。そうなんですよ。タクーバンさん、ドンさん、ありがとう。私のウィルドル千秋楽はアイカの初フロントの夜行、めっちゃ前だな。握手会行ったらもっと好きになっちゃう。いつなってください、待ってます。とか久しぶりすぎて忘れてられそうやわ。大丈夫。握手会したことないんやっけ。そうなんですよ。コロナ禍だったんで、もう入った時はすでにいました、隣に。ファン側で参加したことがあります。あ、そっかそっか。そっち側なら。じゃあどういうものかもうめちゃめちゃ知ってますね。めちゃめちゃではないですけど。めちゃめちゃいける。逆にそっち側は私知らんからさ。確かに、緊張します。真っ白になります、頭が。何人前まで結構余裕な感じ？はい、でも並び始めから相川結構緊張するタイプで、メンバーが見えるんですよ、あの隙間から。でやばい、おるってなります、そっか、存在するんやっていう感じです。あ、ちょっと列からああいるいるみたいな。そうなんですよ。じゃあもう結構ドキドキの時間長いな。長いです。で終わって、あの握手終わったらこう横にずれて帰っていくんですけど、一人でニヤニヤしながら歩くあるあるです。でもその、ね、そのさ、帰り道ニヤニヤしてる人多いよな。そう、帰り道ニヤニヤちゃうんですよ。わかるわかる。必死にそれをこらえるっていう。その、ま、やってた時はさ、マスクしてなかった時期やんか。そうですね。だからその自分のレーンにもうお客さんが、ファンの方がいなくなって、隣のレーンが見える時とかに、はい、その隣のレーンから帰っていく人たちがニヤニヤしてるのもよく見てたから。そう、ほんまにそうなんですよ。楽しかったんやなっていう。そうなんですよ、マジでニヤニヤしちゃうん で、ね、でマスクないから、それをもう必死にこう手で押さえて隠すっていうのがあるあるです。わー、握手会あるあるやって。ニヤニヤしない方がおかしいやって。いや、マジでニヤニヤしちゃう。あ、でもね、それみんな結構なこっちも心がポッてなんで、なんかわかる。なんか楽しかったよなってなるんですよ。公演終わりもニヤニヤしちゃうやって。そうなんだ。嬉しい。自分たちのさこと見てニヤニヤしてくれてんねんで、嬉しい嬉しい。最近はうーちゃんとお話しすること考えながら仕事してるって。わー、ね、楽しみ。ね、でもね、お話し会じゃなくてリアル握手会になると違うところ並んでるのも見え見えですよ。だからそれを見てやばい、存在してるってなります。 DD だから横のレーンは見ないようにしてます。ね、ドキドキしますよね。海越えてリアルお話し会ね。隔離期間とかありますもんね。安心して来れる時を私は楽しみにしてます。こっちはマスクしてるから顔が見えないでしょ。お前や、これからはマスクね。みんなニヤニヤしてのバレないですね。よかったね。例のメンバー見て気になるのもあるある。それな、今回画像作りましたが、ね、普段から作ってくれる人ね、めっちゃ上手ですよね。作ってくれてありがとう。そうで、なんか行ったらさ終わっちゃうからさ、ネタ仕込んでいくと絶対事故る。でもそのネタを仕込んでくれた時間が嬉しい。私は一
人で。優しい顔で怖いこと言うやん、ね、怖いこと言った DD。 まあ DD はね分かっちゃってますよね実はね。メシマルさんありがとう。こたつ他のメンバーがウーコの隣連だと。あ、罪悪感をやっぱ感じるんや。あ、ユージさんレインボースターありがとうございます。隣のレーンにさ、さっき自分のとこ来てくれてたファンの人がいたらどうする？はい、だってそういうのも初めてやんな。初めてです。でも気持ちがわかるんですよ、ね、うん、あ、そっかそっか、気持ちが寛大やな。分かっちゃう。分かっちゃうか。そう、隙間から分かっ、そう、隣のレーンのメンバー見えるんですよ、うんうん、そしたらそっちの子も気になっちゃうっていう。あ、伝わります、この語彙力的にも。分かる。え、それ並んでる側やんな。はい、並んでる側で、うん、こうこっちのメンバー並んでても、うん、こっちのメンバーが見えるんですよ、うんうんうん、そしたらこっちの子が今度は気になっちゃうんです。それは当日券で行くの？そう、撮ってったってこと？あ、撮ってたやつです。あ、撮ってたやつで行くんで、こっちしか並べないな。はい、並べないんですけど、うんうんうん、でもこっち見たらあっちの子がうわかわいいってなっちゃうんで、押、うん、し増し使えたりすると、うんうんうん、そっち行っちゃうっていう感じ。あ、じゃあその並んでる時にアイコンタクト取るのもあのファンからしたら、あ、そう、やっぱそうなんや。なるほどね。え、でもさ、今回は自分がやる側やんか。そうですね。どうする？どうしましょう。あ、そっか、どうしましょう。変な感じだって。私たちもさ、うわ、アイピのとこ行こっとって言ってる人いる。やん、ダメ。この本人の前で絶対行かん方がいい。こんなこんなって言いました。前髪ずっと動かないんですよ。マジですか？アイドルの鏡じゃないですか。自分で言ってる。アイドルの鏡。あ、面白い。うん、隣のレア見ちゃダメ。違う、時間違うからバレへんバレへん。あ、そっか、そういう問題、そういうのもあるよね、時間帯がね。つい隣に押し増しするの、うん、めっちゃ揺れてた画面、ごめんなさい。あ、外回りの仕事やからうーちゃんが言ってた回路の張り方、あ、ぜひやってください。アイピがねリズム取るんですよ、足で。ウーカレーの固定です。ありがとうございます。ぜひぜひ握手会来てください。まあ、抽選に今はなるんですけど、まあきっと大丈夫。あ、ウーちゃんは隣のレーンに並んでたら怒るんですか？私はね結構目が良くて分かっちゃうんですよ。あ、行ってるなって。何やろ、鋭い目で見てるかもしれないです。これ言ってたなって、今何時からやってんじゃん、言ってたなってなりますよ。今回はウーカさんだけ投げます。ありがとう。そう、ナンバトルの投票権もあるのでね。え、あ、完売目指しましょう。30、直接会いたいからリアル、あーね、会いましょうね。30分やったんか。鋭い目どんな感じ？え、どんな感じやろ。めっちゃ時間送ってくれるじゃん。そう、隣を、隣ってんなーっていう目です。はい。お客さんで踊ってる人いる？オンラインお話し会では踊ってくれる人います。乱丸にやられるな。はい、昔ウーカレー並んでるの見られてケイちゃんにこっぴどく怒られました。でもそれが嬉しいんですよね、きっと。ねえ、するためにちょっとしびれた。だからといって他のとこ行かないでくださいよ。
ウーカと同じ目に固まってるじゃないか。誰や誰や。まあ握手会って何話せばいいの。ニコニコも怖い、ね、でもなんか話す内容考えてても結局飛ぶから考えても一緒ああね、握手会明日の12時から、ね、懐かしいお話し会受付始まります。で結局考えても一緒やな、結局飛ぶもん。怒られた人多いな。アメシマルさんありがとう。好きです。おしまししたらごめんなさい、無理です、ダメですそう一応考えるけどさ、今日は結局飛ぶからレッドハリケーンズさんのパーカー着てます。これめっちゃ着やすくて普通にあの私服で着てます。私服アイピを生で見れる。他の人気になってもその分ウーカとの時間減ると思うといけないって。ファッションセンター下村美穂ありがとう。ナンバでかん、あ違う違う、梅田で看板見たよ。私も見に行きたかったけどね、終わっちゃいましたね。ありがとう見てくれて。久しぶりに博士電車乗りたかったな、ね、お時間です。そばこ町に乗って愛用中。いいね、私もよく来てます。よし、そろそろ終わろっかな。今日はありがとうございました。公演もそもそも他の人気になりませんよ。私は楽しい、イエーイ。ありがとう。遊びに来たよ、あきさん、ありがとう。じゃあちょっと今日のランキングを読んでいきたいと思います。13位、仕事中、ロベルト@チームカホタルさん、ありがとうございます。12位、エガちゃん、ありがとう。11位、メッシュマルさん、ありがとうございます。10位、ほのちゃん、ありがとうございます。9位、みゃおいさん、ありがとうございます。8位、商売さん、ありがとうございます。7位、ゆうじさん、ありがとうございます。6位、ほまれさん、ありがとう。5位、ファントムさん、ありがとうございます。4位、ひかるくん5803、ありがとうございます。3位、けんいちさん@チームえのうしさん、ありがとうございます。2位、うっかメインのはこおしさん、ありがとうございます。1位、たくうぼんさん、ありがとうございます。明日からお話し会受付スタートで、26日からリアルお話し会の受付スタートです。はい、13位、ぜひ完売目指していきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。10位みものさん、ありがとうございます。ゲマトス招待入力するの結構大体拡散しておく、ありがとう。そうゲマトスなんですけど、ゲマトス投票してくださった方ね、もうすでにありがとうございます。あれはなんとですね、招待コードっていうのがあって、それで招待したり招待されたりしたら100ポイントもらえるんですよ。だから会員登録で1ポイント1票で、その招待コード使うと100ポイントでもう1票できるのに2票できるんです。はい、すいません。はい、だからもしもう登録したよって方がいたら、まだしてない方に自分の招待コードを送ると自分も100ポイントもらえて、その人も100ポイントもらえて2票できるんですね。だからぜひお友達だったり、まだ登録しないよって方がいたら、もししてる人がいたら、まあその人に招待してもらったりとかして、ぜひ2票できちゃうんでお願いします。はい、まあ一番はナンバトルに力を入れたいと思ってます。頑張りましょう。はい、ということで今日もありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。